子供と学ぶ日蓮大聖人の門下たち、阿仏坊と千日山夫妻。日蓮大聖人様が鎌倉幕府によって何も悪いことをしていないのに佐渡島への流罪となった、大聖人様を支えた門下が阿仏坊とその妻千日山です。大聖人様は佐渡の塚原というところにあるボロボロの小屋で過ごしていました。冬になると小屋の中にまで冷たい風が入り、雪も積もるほどで、食べ物も着るものも少ししかありません。さらに念仏は間違った教えであると語ってきた大聖人様を憎む僧たちが、大聖人様の命を狙い小屋の周りをうろついていたのです。千日山から食べ物を託された阿仏坊は、何度も夜中に見張りの目をかいくぐり、こっそり大聖人様のもとへ届け、大聖人様を助けました。このことが理由で、二人は住んでいたところを追い出され、家を奪われてしまいます。しかし阿仏坊と千日山は信心を貫きました。その後大聖人様は無事に佐渡を離れ鎌倉へ戻り、やがて身延の山へ。身延は佐渡から海と山を越えた先にあり、遠く離れていました。しかしこの時も二人で準備した食べ物などを阿仏坊が何度も身延の大聖人様のもとへ運んだのです。大聖人様が阿仏坊と千日山のお二人が支えてくれたことは、何度生まれ変わろうとも忘れることはできませんと綴られたように、二人は大聖人様を全力で守り抜いたのです。仏法のために尽くす二人に大聖人様は多くのことを教えました。佐渡に残ったため身延の大聖人様にお会いできなかった千日山には、阿仏坊を送り出したあなたの心はこの身延まで来ています、心こそ大切なのです、と阿仏坊にはこう教えておられます。この日蓮を助け、正しい仏法を守ったあなたの命は、法華経に登場する宝の塔のようにとてもまぶしく光り輝いているのですよ。仏法のために尽くしていこう。この心こそ大切であり、最も自身を輝かせていくのです。